ドレスエースラクタン、彼は偉大な打者だった。ア・リーグ地区シリーズが開幕しワイルドカードから勝ち上がったパドレスはドジャースに5対7と逆転負けし、第1戦を落とした。初回に4番マチャドのツーランなどで3点を先制しながらも、2回にシースが大谷翔平に3ランを浴びて追いつかれる波乱の展開。すぐに2点を勝ち越したものの、4回に3点を奪われ逆転されてしまい、打線も5回以降はわずか1安打に封じ込まれ万事休す。今季14勝のシースは6安打5失点で降板し、ドジャース打線については良い打者が揃っている、加えて我慢強かったとコメントし、大谷に本塁打を打たれたフォーシームは悪い球ではなかったのでは、と記者に問われると、そうだね、彼は間違いなく偉大な打者だ、最悪の投球というわけではなかった、と落胆した。完全に大谷の一発で流れを変えたね。シースに勝てたのはドジャースにとってかなりでかい。シースはホワイトソックス時代からエンジェルズにいた大谷選手と縁があるな。あのコースに156キロを投げてホームランは通常考えられない。シースはもう一度先発あるけど山本はチャンスないな。大谷の前にランナー貯めたのが運のつき。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。